皆さんこんにちは。なんと AS1 が今かなり話題となっております。ではこれ具体的に何でかっていうところなんだけど、 AS1 まさかの内定でございます。で、内定だけではなくて最強の AS1 がテラレイドバトルで出てくるみたい。まあ、詳細に関しましてはこちらとなっていて、すでにですね、まあ、相当話題となってますね。で、待って、月光がもうトレンド入りしてるわ。どういうことや。まさかこれ AS1 だけじゃなくて月光がも出てくる感じか。まあ、ちょっとね、自分も先ほど確認したところで多分数分前に情報が出てきたばっかりかな。そう、つい数分前に情報が出てきて速報っていった形になりますね。で、今回ですね、新たにテラレイドバトルが実施されるわけですが、で、そのテーマっていうのが AS1 となっていて、今回出てくる AS1 に関しては格闘テラスタイプとなってます。で、非常に強力なポケモンとなっていて、まあ、それこそね、先日リザードのテラレイドイベントあったと思うんですが、まあ、それと同じ仕様かと思いますね。で、具体的な内容としましてはこちらとなっていて、2022年の12月30日金曜日、ちょっと待って、ってことは年越しをまたぐ年越しイベントってことか。2023年の1月2日月曜日まで行われるみたい。で、そこからまたしばらく時間が空いて、1月13日金曜日から1月16日の月曜日まで、こちらの期間行われるっていうことで、まあまあなんかリザードみたいな感じやな。なので2つの期間行われるっていうことでしょうか。で、このエース版なんだけど、星5とか星6とかではなくて、リザードンと同じで星7の黒い結晶、こちらで出てくるエース版となっていて、テラレイドバトル星7周回またできるみたい。まあ、個人的には報酬が気になるところではありますが、現時点で報酬に関する情報は出ておりませんね。で、このエース版っていうのは通常のプレイでは出てこないと書かれているので、おそらくこれを逃してしまうと二度とゲットできない可能性がございますので、絶対に皆さん参加しましょう。まあ、言ってもね、年越しイベントみたいな感じになってるから、ほとんどの方が参加できるんじゃないかなっていうところ。ただ参加の条件としましては、おそらくリザードの時と同じで、エンディング迎えないと、多分これ参加することできないんじゃないかな。まあ、そもそも星7が出ないかと思いますので、まあ、そこのところがマストになってくるのかなっていうところですね。で、さっきも言った通り、今回のエース版格闘テラスタイプとなっていて、こちらで固定みたい。ですので、例えば先日のボーマンダであったりとか、バンギラスであったりとか、イーブイであったりとか、あれらっていうのは、テラスタイプがね、固定されていなくて、たくさん出てきたわけなんだけど、今回のエース版リザードンと同じで、固定テラスタイプとなってるみたい。なので、注釈者の方に設けられておりますが、一つのセーブデータにつき、一匹のみしか捕獲できないから、なんで本当にリザードンと仕様はまんま同じみたい。で、本イベントで出てくる最強のエース版には最強の証がついているので、いや、これは絶対に欲しいね。で、この最強の証をね、多分持っているエース版っていうのはこのイベントでしかゲットすることできないから、卵で孵化させてもつけることができないので、絶対に欲しいところですね、これに関しては。で、期間に関してはこれでどうやら確定みたいなんで、まあ、フィックスみたいな感じでしょうか。で、ここで気になってくるのが、翌週もテラレイドバトルがあるんじゃないかっていうことが言われていて、まあ、今のところは毎週ですね、イベントがやってきてるから、多分ね、来週のイベントの情報もまた別途エースバーンとは他にやってくんじゃないかな。まあ、個人的に月光河がめちゃ気になるんだけど、なんで月光河がトレンドに入ってんのみたいな。で、まあ、こんな感じで多くの方がツイートしていて、うおーみたいな感じでテンション上がってる方が多いみたいですね。内定取り消し AS1 さあ、AS1 ですよ。これは楽しみだな。じゃあ AS1 対策って何したらいいのかっていうところですね。ちょっとそこについても考えていかないといけないかなっていうところ。いや、これはめちゃ楽しみだね。やばいっすね。で、特性は多分普通の特性か夢特性ではないよな。ちょっとそこも気になるね。はいはいはい、来ましたよ、AS1。で、まあこんな感じでかなりですね、盛り上がりを見せております。
これニンフィアきつくないか。リザードンは特殊アタッカーやから、高い特防でどうにかなったけど、エースワン物理アタッカーやから、もしかしたら破壊光線ぶっ破する前に消し飛ぶんじゃ。いや、どうなんだろうね。まあ、言っても大丈夫でしょう。ただ、個人的にもマリルリがいいんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。まあ、ニンフィア確かにちょっと厳しそうな感じがするよな。いや、どうなるんだろう。まあ、とりあえずこういった形になっていて、また別途ですね、対策動画を上げていこうと思ってます。エースバーン、本当にやってくるんかいって感じやな、これは。今回で、イベントテラレードバトルは5回目ですって書かれてるわ。あ、5回目って書かれてるっていうことはわざわざ。これもしかすると来週イベントはないっていうことなんかな。どうなんでしょうか。で、前回のリザードは夢特製の3パワーレベル100だった。で、それプラス 6V だったので、今回のエースバーンもですね、まあ確かに 6V レベル100で夢特製の可能性もあるっていうことか。いや、まだね、ちょっと情報が出てきて、ほんのわずかしか経っておりませんが、ただこれはかなり楽しみなところがありますね。エースバーン、本当にやってくんのかいって感じやな、これは。まあ、そんな感じで、かなりですね、情報が出回っておりますので、もし何か続報がございましたら、こちらのチャンネルで取り上げていきたいと思っております。ただ2回ですね、期間が設けられておりますので、これはかなり良心的ではありますよね。そう。特別なエースマン、絶対欲しいね。で、あと月光河がね、めちゃ気になるな。これ何なんだろう。月光河まさか出てくる？てなわけないよな。そんなわけないよね。月光河は、たまたまトレンドに入ってるだけか。なんかね、噂によると月光河も出てくるんじゃないかってね、先週末あたりから言われ続けておりましたので、ワンチャン月光河のイベントもあるのか、とか思っていましたけど、さすがにないよな。特にリークとかも出回ってないみたいだから、まあこれはたまたまって感じでしょうか。はい、まあとりあえずそういった形で、第一報となりますね。おそらくまた続報がね、公式からやってきますので、まあ非常に楽しみなところではありますが、ただ、どうなんだろう、エース版対策って何かあるかな、格闘タイプか。まあ言ってもさ、なんだかんだ言ってそんなになんか最強のリザードンって言われていたけど、全然強くなかったし、で、普通にソロでもこなせてしまうようなレベル帯だったので、まあ言ってもエース版も余裕じゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。まあ、金作ニンフィアで、みんなですね、複数持ってると思いますので、多分それでもね、十分ご了承できるんじゃないかなっていうところ。まあ、果たしてどうなるでしょうか。まあ、破壊光線ぶっぱでいいんじゃないかな。瞑想を積んで破壊光線ぶっぱで勝てそうな感じがするけど、どうでしょうか。まあ、とりあえずそういった形で、今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録、そして高評価もポチッとお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあのー。